ボールもらえるアレックス、中に入ってカッティングを見せるツネタ、ただ自分で行くか、パスを選択、ハミルトン、青森最初の得点はハミルトンです。ツネタ中に入っていく、岡島とマッチアップ割って入ってきた、あ失礼、スリーは1本でここまで7得点、池田からキックアウト、ホールモネアレックス、スリーポイント外回してアダムスのアタック、アダムスが自分でブロックショット、ホールモネアレックスのいいディフェンス、しのぎました青森。ホルモネアレックス外、ハミルトンフェイント入れてキックアウト、池田がフリーだ、前が空いている、スリー沈めた、再現してきました、ポケットパス入ってゴール下、ハミルトン積み重ねています、あそのまま打ってきたスリーはこぼれます、ホリフィールドのスリーでした、仕掛ける、池田が行く、池田が行く、モンゴメリー、シューター内田、ハミルトン中に切り込む、フィンケを振り切ってエンドワンです。今のプレー、フィンケをまずは振り切って中に入ってきたところ、斉藤のファスネータを呼んで、ただここは自分で行く、自分で行く、こじ開けた、侵入するか、中に入ってきて打っていった、リバウンドはハミルトン、ハミルトン3に行く、沈めた、その後あこちらの場面ですね、内田がキックに行った、ただまだ自分で持ちます、中に合わせてきた、エンドワン、いいカッティングを見せました、斉藤はパーソナルファウルが3つ目になりました。中に入って内田のフェイダーウェイ、こぼれたボール、リバウンド争い、ハミルトンオフェンスリバウンドだ、外アレックスが中に入っていく、自分で打ち切った、いいプレーの連続あった中でオフィシャルタイムアウトを迎えました。タイムアウト、モンゴメリーが手を伸ばしてオフェンスリバウンドを取ります。ハミルトン前後に揺らしてスリーだー、侵入するか、いやパスだ、下から通してモンゴメリー押していく、フィンケを振り切って沈めました。ここで山形が2つ目のタイムアウトを取っていきました。ハミルトン、アレックスのスリーだ、またこの位置から決めてきました、アレックスのスリーポイント、山形に最初得点出ましたが、その後8点のランを作っている青森です。ショットクロックは10秒です。ハミルトン受けてこの外からは決めてきた、ホールモネアレックス外に出てきて中、パスを選択、モンゴメリー、ちょっとタイミングを遅らせることができてシュートを落とさせました。その青森のオフェンス、ハミルトン中フェイダーウェイ決めきった、あーっとパスカット、池田が奪ってそのままモンゴメリー、池田スピードアップ、中に入ってきて外を見ている、バウンスパスからハミルトン、バックレイアップ、こちらと中に入れるか、おっとブロックショットだ、常田のブロック、サイドからの得点を許しません。池田相手を背負ってピック使って自分でいく、コートサイドには東海林準備しています。池田ボール持って速いパスが入って詰めた、池田からハミルトン、東海林がコーナーに待機、下がりながらのシュート決まりました。ショーディフェンス、フィンケ
そのままトップからスリーに行った、射抜いた、中に指示を送っていく、リフトアップしてきた、ただそこは使わずハミルトンフェイダーウェイ決め切りました。タイムアウトを取った後しっかりと、こちらは青森のオフェンスシーン、やはりこのハミルトンがそのまま外に開いた、ハミルトン、ただ内田、ホルモネアレックス、ピンケとのマッチアップかいくぐって決めました。跳ねていっています。第4クォーター最初の得点、まず3で沈めて外でつないできました。常田ちょっとポジションずれて中につないでいきます、相手を引きつけて決め切ったモンゴメリー、このインサイドの部分を攻略してきました。ベルやり返した、池田のモンゴメリーが常田を逆サイドコーナーに動かしました。外で回してハミルトン仕掛ける、仕掛ける、自分で行く、2ポイント、7点差。